カーといったらエプニングじゃねえか、刀身と、まあ、精神とエンクロージャーか、はい、ここの穴もあ開けました。あれですね、本丸丸こんなところで DIY で、まあスピーカー周り5箇所か。あ、全然違う。うわすげえ、オーディオルームにいる感じ。確かに確かに。ゴミです。マスダです。車チャンネルです。ブーンさあということで、はい、もうおなじみでございますけども、はい、いろいろと、シールマスター、ドロープレイヤーそして GR86 オーナー、はい、まあ、あのいろいろと、ね、いろいろとやらせていただいて、ね、もう界隈では YouTuber の増田さんですよね。 YouTuber じゃないんですけど YouTuber ではない。もう YouTube 出るイコール YouTuber になる時代ですね。もうちょっと出たら YouTuber、 僕は芸人です、ね、まあでも YouTuber って言われますそうだった YouTuber の何々さん言われる感じでございますけど、さあということで、まあ、目立つねこちら の、はい、あの GR86 増田とお声掛けいただきますけども、はい、実はいろいろとね、中身もちょくちょくいじってやってるバスね、というところもあって、はい、今日もなんか中身のダイヤをいじるみたいなお話を聞いたんですけど、前回、はい、スピーカー交換をしましたね。 DIY しました。もう劇的に変化しました、本当に。まあノーマルスピーカーからね、変わってますから。相当変わりましたよね、はい、だいぶ変わりましたね。まあまあまあ、でもまあね、いろいろライブアンプ組んだり、はい、まあ、サブーハーしてたりとか、はいはいはい、いろいろやることはあるんですけど、そうですね、はい、まずはスピーカーといったら、はい、デッドニングじゃねえかと。デッドニング、デッドニングましたね。今日も、はい、DIY とございます。だから普通のことを今言っただけで来たけどデッドニングって何をやるイメージ、うん、まあなんかなんとなくですけど、あの音を逃がさないようにするみたいな。ああ、まあ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 、まあ、大概なんとなくそんなイメージがあるんですね、はい。まあスピーカーってやっぱこう丸いやつが振動して音を出てるわけじゃないですか、はいはいはい。でもあれってスピーカーだけが動いてるんじゃなくて、実はその土台の部分であったり、はい、そうです、車の外側のドアって鉄板じゃないですか、はいはいはい、内側もちろん鉄板ですよ、はい、そういうとこ全部揺れちゃってるんですよ。あ、でそうすると、はい、実はこの鉄板からも、はい、音が出ちゃってるんですよ。あ、結局音って空気の振動なんで、はい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 、はい、ずっとスピーカーの能力が、はい、まあ、すぐに発揮できないっていうところで、はい、この鉄板とかを、まあ、しっかり固定してあげるとか、はい、まあ、要は防振剤みたいなのを施工して、はい、ドアのその揺れを抑えてあげる。なるほどなるほど。あとはまあ国産の車ってやっぱ内張り剥がすと穴がいっぱい開いてるんで、あれをきれいに塞いで、あとはエンクロージャー化っていう、はい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 、エンクロージャー、クロージャーって、エンクロージャー、はいはい、その家のスピーカーって、はい、木のボックスがあって、はい、まあ、スピーカーがポコッと取れるじゃないですか、はい、あの木の箱のことをエンクロージャーっていう。なるほど、はいはいはい、ああいう風にまあ、ドア自体をエンクロージャー化してあげる。してあげるという。防振と、まあ、精神とエンクロージャー化が、はいはいはい、まあ、デッドニングの方の3つ、ね、あ、それを含めデッドニングなんですね。そうですそうです。あ、なるほど。なんかそのドアの穴だけを塞ぐのをデッドニングだと思ってる人も、まあ、中にはいるみたいなんですけども、はいはい、まだ違う。トータルでデッドニングなんですね。トータルです。ほう、あんな今日はそれをやると全部やる。おまたこれはね、DIY ですね。普通のこと2回目ですけど、じゃあ早速取り掛かりますか。はい、じゃあお願いします。はい、ということで今日はこのキットを使ってやっていきたいと思います。はい。まあ A1 さんのオーディアのデッドニングキットですね。はいはいはい。でまずこれ、はい、ドア用のデッドニングキットですね。おお、はい。オードア。まあ、はい、これで2枚のドアが施工できます。あ、いけます、はいはい、ドア用デッドニングキットと、はい、あとはスピーカー周り用のデッドニングキット、はい、分かれてるんですよ。はいはいはい、はい、とあと
こっちデッドリングじゃないんですけど、まあ、デッドリングにもなるかな、はい、フロアサイレンサー、ロードノイズ低減マットってやつですね。ほいほい、フロアマットあるじゃないですか、はい、あれのあれと、まあ、床の間に敷くことによって、はい、ではなんか走行中の雑音とかロードノイズっていうのを低減してくれる、まあ、この3つのキットでデッドニングをするっていうと、はい、まあ、デッドニング用に、はい、まあ、あのエモンさんこうやってなんかいろんな内張り剥がしキットみたいなやつがありますので、持ちやすい、あ、そうそうそう、あと専用の袋もついてる、ああいいですね、あ、いいですね、まあ、これとこれがくっついてる、はい、でこれ、はい、あ、出ましたこれ、非常信号灯、はい、まああの普通はカシュッてやって、はいはいはい、ってやったんですね、あれやっぱあの期限があるんですけど、はい、まあ、これ LED タイプなんで、これやりましたよ、そうそう、澤さんとね、あの土屋さんとこれやりましたよ、通販みたいな、通販みたいなやりましたよ、はい、電池だけ新しくしておけば期限ないんで、はい、うんうんうん、あとだからね、まあ前もあったかもしれないけど、はい、非常信号灯プラスあの懐中電灯にもなるっていう、ああ懐中電灯前あったっけな、ああね、これですね、はいはいはい、まあこのサイズが純正と一緒なんで、はい、あのそのままさせる、いや、はい、純正の場所に置けるって、なるほど、まあ、あとはね前も一緒だったんですけど、はい、これね、すごい、これすごい、いや、アップグレードしてんな、多分、あれ多分、これライトなかったですよ、これ多分、あ、そうなんですか、はい、ライトめっちゃいいっすね、そう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 、俺、ね、非常信号灯の場所にスッて入れておけるんで、ですよね、はい、結構夜とかね、スマホの明かり使ったりとかあるじゃないですか、はい、そういう時もこれ使える、え、めちゃくちゃ、ちょっと、えないですか、もう一個、もう一個ない、買ってないですはい、ということでまずは、はい、ドアやる前にドア、はい、ロードノイズ低減マットをやっていこうと、これね結構実は特にあのチャンネルご覧いただいてる方、スポーツカー乗ってる方多分多いと思うんで、うん、気になってるというか私もちょっと早く気になってる、欲しいです特にこれ RC なんでね、はい、あー、そうか、フロアの防音材がもともとないっていうので、はい、効果も大きいんじゃないかと、確かに思われます、そうだそうだ、シンプルに、うん、なんかそのまあ、この商品があるっていうことがまずありがたいですけど、やっぱでしょうねって思いません、まあまあでしょうねって思うでしょうね、これはね、ですよね、うん、だから多分その目に見えて効果は分かるでしょうね、多分本当に分かると思います、まあ、これあと、まあ、これが助手席運転席のフロアマットなんで、はいはいはい、でこっちを下側にし、こっちが上になる、上でなるので、あ、こうっすよね、はいはい、ぴったりだとあれなんで、はい、一回り、うんうんうん、ちっちゃめに切ります、はい、結構、まあ1センチぐらいですか、そうですね、1センチぐらいなんか、はい、切ります、うわ切りますね、できましたね、まあこうこうで、まあ、重ねるとこうなる、あ、いいですね、あ、そうそう、あ、いい、こうがこうですね、こうなる、はいはい、あ、めっちゃいいですね、一回りちっちゃい感じで、あ、いいっすね、え、これだけで、そう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 、でこの穴の部分をは開けないとダメです、開けないとダメですね、あれ、あ、これ結構緊張感漂う、硬いっすよね、はい、はい、という感じで、まあここの穴も、あ、開けました、あれですね、もう丸々、はい、え、これがだから、はい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 、ですね、まあこんだけです、もうそこ切って切るだけっすね、で敷くだけ、本当に、まあ、でこれ裏粘着フィルムっぽくなってるんで、はい、これを剥がします。剥がして。はい。これで、まあ、グリップも。まあ、そうですね。で、それを、これで、どうなの？見た目わかんないですよ、だからね。そうですね。うん。
どのくらい効果あるんだこれ。いやなんかでも結構減るらしい。これも一応デッドリングの一個ですね。一周だな。一周。一周。はい、ってことで、じゃあフロアが終わったんでドア行きましょうか。行きますか、ついに。前もやったんで、はい、まあ、剥がすとこ多分覚えてると思うんで、はいはい、剥がしましょう。じゃあ剥がします。これね、めちゃくちゃ俺内張り剥がし段ボールみたいなのにシャッて入ってるだけなんで。あ、そうかそうか。めっちゃいいですねこれね。なんかキットって感じします。キットの感じがすごいある。うわ、じゃあドアをまず行っちゃいますか。はい、 OK。 まずここですよね。そうです。はい、ということで、はい、外れましたね。バカになってます。はい、さあこれ、こいつ全部取っちゃいます。あ、これですか。ビニール。おお、もう引きちぎってください。いいですか。うわー、これいいのかな。で、これ、はい、ブチューテープなんですけど、はい、なるべくやっぱ綺麗に取りたいんで、はいはいはい、まあどうしたらいいかっていうと、はい、取るじゃないですか、はい、固めたブチューテープで。ああ、なるほど、練り消しですね。そうですね、そうですね。ああ、叩くようにやっていくと、はいはいはい、おお、取れるんですよ。あ、すごい、だいぶ。あと全然ダメだ。ああ、なに、なんでだ、なんだ、太陽が高いのかな。え、なんで吸収されていくんだ、向こうに。逆に、おい、逆に、はい、向こうに、あ、よしよし吸収されてっちゃうんだね。もう吸収されてくんですけど、俺などうちょっとすいません、ありがとうありがとうすいませんこんなところで DIY ということで、はい、まあ、これ外側のパネルじゃないですか、はいはい、でこっちが内側のパネルなんですけど、はい、こっち側をに要はもうデッドリングシートを貼っていくので、はいはいはい、そこをまあちょっと、まあ、この車そんなにまだ距離走ってない車なんで大丈夫ないですけど、はい、まあ、汚れてる車とかも結構、はい、まあ、3万キロ4万キロ5万キロ走ってる車結構汚かったりするので、うんうん、まあ、ダッシーを。あ、なるほど、はい、ダッシーを。ダッシーしますか。ダッシー、ダッシーを。よし、 OK OK OK。はい、じゃあこちら今度ですね、はい、スピーカー周りのデッドリングキットです。はいはいはい、スピーカーの真裏に貼るやつ。真裏、はい、あー、なるほど。真裏やっぱこれで変な不要な音を吸収してくれるというか。はいはいはい、はい、すごい、なんか未知の世界の、ほんと未知の世界まあこういう風にスピーカーの真裏に貼ってあげる。スピーカー周りのを要はまあ固めてあげる用のやつですね。え、まだ、これを貼り付けるってことですか。貼り付けるだけです。ほう、スピーカー周りを要はまあ動きづらく、振動しづらくするという。あ、はいはいはい、はい、まあ、こういう風な感じで貼っていくんですよ。こういう折り返しになってる部分って、はい、結構硬いんですよ、はいはい、曲がってる部分って、はい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 、こういうとこってペコペコいいじゃないですか、はい、こういうとこって音がしないじゃないですか、はいはいはい、だこういうとこに貼ったりです。あ、柔らかいとこに貼るんですか。そうそうそうです。おお、こうやってポコポコ言うってことは、あ、ここがやっぱ振動しちゃってるんで、はい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 、こういうとこって硬いんですね。はいはい、こういうとこって、あ、確かに、まあ、音が全然違いますね。そうそう、カッカッカッと、コッコッコッ。これはじゃあもう本当自分で判断してっていう感じですか。はい、そうですね、叩いて、はいはい、なんかもうここ振動してそうだなってとこに貼るっていう感じですね。で、まあスピーカー周り5箇所だ。これで5枚ですね。そうですね。ここほら、こういう音じゃないですか。あ、はいはいはい、本当だ、音がやっぱ変わるんで。あとは、はいはい、これですね。これで穴ですね。穴、これは、はい、穴に貼っちゃっていいです。はい、真ん中にもうあれですか。で、後でバスッと。あ、そう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 、そう、あ、バスッて刺す。はい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 、終わりかな。 OK ですかね。そうですね。あとは、はい、まだ余ってるんだったら、はい、これドアの、はい、まあ、取っ手のとこのやつなんですけど、はいはいはい、
あそこもさえも。あと今4枚余ってる。そうそう、余ってるんだったら使っちゃった方がいいんで。はい、こことのあれが、はい、柔らかくなるんで、アサリが。すっげえ。いやー、すげえな。結構簡単に穴開けてくる。はいはい。もうだいぶあの素材はね、もうペラペラして、ペラペラっていうか、薄いので。ああ、なんかだいぶやってる感が出てきましたね。そうですね。うん。うわ、もう、あの、僕にとって謎のプレートがメインですね。そうですね。これ。うわ、来た来た来た。アウターパネル用。はい。フェイシングシート。はあ。あとは吸音スポンジ。あ、これ、はい。防音テープですね。テープ、防音テープっていうのが。まあ、内張りと鉄の間に。あるやつだと思います。はい、で、これをカットするみたいですね。7.5 センチ間隔ぐらいで。あ、もう決まってるんですね。なんか大体、まあ、この辺でもあのビビらなければ大丈夫なんで、はい、まあ、間隔というか車によって変えればいいのかなと思います。今切り終わったら、はい、内側の柔らかそうなところに貼っていくんです。柔らかそうなところ、そう、まあ、これ平たいところですかね。平たいところですね。貼れない場合は切っちゃってもいいと思います。あ、押さえつけツール、これを使って、はい、こう指が入んないようなところとか。おお、なるほど。で、はい、多分この時点で結構もう変わってるはずなんですよ。はい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 、はい、まだ施工してない。ちょっと反対側行ってみましょう。反対側叩いてみてください。行きます。はい、結構ベコベコ。はい、あ、硬い。おー、ドスドスと。あ、全然違う。あ、そっか、それもあるのか。あ、最初に貼ったやつですね。はいはいはい。上にこれを貼っていく。あ、おお。中がもうすごいことになりました。オーディア。オーディアに侵略されてます。オーディアに侵略。まあ、あの表から叩いて、ドア叩いて、はい、なんかまだビビってる、振動してるなってところを重点的に内側から貼って、もう中も見えないけど、びっちり。貼るスペースないですよ。貼るスペースない。うん、本当に。で、ここまで来たらやっとこう塞ぐわけですね。うわー、ついに、でも十分な気づきがさらに。そうなんです。塞ぐことによってどういう効果があるんですか。やっぱエンクロージャー効果って言ってましたね。エンクロージャー、あのホームスピーカーって箱になってるじゃないですか、はい、あれスピーカーだけ取るとしょぼい音しか出ないんですよ。はめると豊かな音、豊かな音になるんですね。 それと一緒ですね。これをドア自体を箱にしちゃって豊かな音を作る。なるほど。いや、塞がりました。完全に塞がってます。もう、もし中に虫がいたとしても出れません。ここで生涯を終えます。実はこっから出てくるんですよ。あ、出てくる。あ、出てくるな。あと水抜きも穴もあるんで。そうですね、そうだ、そう、うん、実はちょっと完全に塞いでるわけじゃない。まあ、水抜きの穴とか塞いじゃうともうもういよいよってなって、こっから入ってあのびちゃびちゃで池ができちゃう。池できちゃうから。ただでもこの面に関しての穴はもう全部塞がってます。徹底的に塞がってるな。ここまあ平らじゃないですか、はい、実はこれちょっとこうやって線つけてあげるといいんですよ。ほう、それはなぜ。強度が出ます。あー、こうやって強度が出るんですね。はい、あ、メッシュというか網目に。そう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 、網目にしてなんかちょっとこのなんか舐めしてあげるっていう。はい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 、なんかベコベコしないようにこうようにってことなんですね。ってことですね。
あ、めちゃくちゃやってやる、このジャーって。そう、だから説明書書いてないけど、オーディオ屋さんってやっぱこれやるんですよ、最後。やるんすね。ああ、そう、これ箱のね、模様じゃなくて、あの、ちゃんとね、わーってなってるんです。しかもすっげえ激しくやってますね。激しくやってます。はい。防音テープ。ああ、あれか、あれ。これはだから、内張りと干渉する部分に、はい、ビビリ防止みたいな。ああ、そういうことか。これをじゃあ、行きますか。スピーカーの周りに。行きましょう。こういうのも絶対うまくやりたい派なんで、綺麗な曲線描いていきますよ。終了ですね。いやー、これ大変。どれぐらいかかった？3時間、片側3時間ぐらい。まあ、ありますよね。まあ、両側やったら6時間。6時間。まあ、多分それだけの感動が得られるんです。いやー、だってパネルの金属音のなさ、あ、それまず感動しますから。それはすごいですね、確かにね。うわー、これでフィニッシュですね。反対側もはいやりますか。いきますか。じゃあ賞味5時間か6時間時間か6時間ぐらい、まあ丁寧にやるとかかっちゃいますね。そうです ね、まあ、だいぶ穴の形状に合わせて綺麗にやりましたね、両扉で、はい、ということで、はいはい、いきますか。いきますか。まあ、前回と同じ曲ですね。すごい。うわ、あのなんか全部ここに集まってる感じだった音が、オーディオルームにいる感じ。確かに確かに。うわ、すげえ。低音違いますね。低音全然ボーン。そう、重いのが出てるよね。うちおじいちゃんが、うん、あのスピーカー自分で作って、で表彰されるぐらい音大好きなおじいちゃんだったんですよ、はいはいはい、なんでオーディオルームあったんですね。あ、もう超徹底的にこだわったオーディオルームに近い、なんか音の感じが、だから本当部屋その感じに近い。まあその一緒っていうとね、またあのご弊社に失礼ですし、そんなわけねえだろって言われちゃうと、もちろんそれは分かってるんですけど、うん、でも車の鳴り方じゃないっていう。なるほどなるほど、確かに部屋で、部屋の音っすね、確かに、ね、そう、うん、音楽がそういうところで鳴ってる音っていう感じがします。これ変わりましたね、なんか閉じ込めてる感じ、うん、あのね、エモンさんのきっと良かったですよ。なんかあれが足んないとか全然なかったですもんね。あ、もうでもむしろ余ってましたもんね。そう、むしろ余ってた、むしろ余ってた。 GR86 に関しては余ってます、ね、全然いける、はい、全然十分、1枚余りましたからね。そうですよね、うん、十分でした。いやー、素晴らしい。こんなに効果が分かるならちょっとね、あの時間かけた甲斐がありました、ね、ありましたね。ということで、ちょっとね、はい、レッドニングね、めちゃめちゃ素晴らしかったでございます、はい、ちょっと俺も興味あるよという、ね、思ってくださった方はですね、いいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。 SNS のフォローもよろしくお願いします。はい、ということでまたご覧ください。バイバイ、バイバイ。